さあそれではですね、ここからは本日発売の男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、インフィニットコンパーティについてご紹介したいと思います、うん、さあどんなゲームなのか教えてくれるのはこの2人です。どうぞ。メイジスプロデューサーの木村慎二郎です。よろしくお願いします。はい、木村さん、お願いします。そして、はい、メイジスの広報の森田です。よろしくお願いいたします。はい、森田さん、お願いします。いや、森田さんの教頭先生感半端ない。相変わらず前は国語の先生だったと思うんです。そうですね。今日はそのかお召し方がね、なんか教頭先生感半端ない。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということでテレビアニメで第3期、そしてオーブンへの発売も控えてですね、ますます勢いに乗るヘアアニメ断末がですね、ダンジョン探索型のアクション RPG としてですね、 PS4、PS ビーター、スイッチ、Windows で本日発売と相成りました。やったー、おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。やっと発売することになりました。大変やありがとうございます。ちょっと木村さん、お待たせしました。木村さん疲れた、ルパン三世みたいなって大丈夫ですか。ルパン三世っぽいですか。もうちょっともみあげ伸ばしとけばいいです。赤いジャケット着なくていいです。一番長かった時代、ね、そんな置いといてどうですか、反響の方は。まあだいぶ待っていただいたお客様がいるので、はい、まあ、楽しみにしてたっていう声がたくさん聞けてるんですけれども、うん、まあ、早速やっていただいてるみたいで、うん、なんか YouTube でもいろいろプレイしてる動画を上げてくださったりしてます、まあ、コメントでもね、時間かかったね、本当待たされたってコメントが出ました。すいません、申し訳ございません、いいんですよ。、ね、まあ、お待たせしたのはより良いものを作ろうというね、皆さんへのためのお時間でございましたからね、してそうでございます、うん、頑張った頑張ったっていうね、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな目線で言ってどんな目線、嬉しさ込めてね、うん、それでいいと思います。さあ、ということで早速どんなゲームか教えてください。はい、うん、ではスライドお願いします。ですね、じゃあ次のもうスライドでいいのかな、ね、本日発売、はい、本日発売です、原作はですね、大森富士乃先生の、ライトノベル、シリーズ累計1200万部という大人気小説でございます。はい、でこちらの、主人公、ライトノベルでしょ、はい、そうですね、漫画じゃないでしょ、絵もあんまり挿絵ぐらいしかないですもんね、もちろんそれでもこの読み応えと思うんですよ、ね、1200万かける500円くらいで書けちゃったら、待ちなさいしたくなりますけど、すごいですね。でも学生とかがよくやっぱ学校に持って行って読める、あー確かにライトノベルはね、ライトノベル、ね、そういうのもあるんだよ、時代にマッチしてるんですね、はい、そしてすいません、すいません、はい、主人公のベルクラネルがですね、窮地を救ってくれたアイズという、まあ、剣士にですね憧れて、金髪の彼女ですね、そうですね、はい、で成長していく、成長物語になっております、うんうんうん、それでですね、2015年にテレビアニメ化をきっかけにですね、はい、17年に、アイズのソーダオラトリアという外伝、うん、2019年今年ですねには、劇場版アニメのオリオンの矢、で第2期も、立て続けに7月から、放送されました。ついこの前やってましたね。そうですね、勢いがすごい。すごいですね。で、もう来年にはですね、OVA と、まあ、第3期も決定しておりまして、スピンオフ小説、コミック、あとはスマホアニメも大人気で、ますます盛り上がりを見せている、大ヒットコンテンツなんですけれども、はい、なかなか今ね、第3期までアニメ、ね、続けるってなかなかないですからね、はい、で次、いきありますね、そうですね、で次のスライドなんですけれども、それがいよいよ満を持してというか、コンシューマーゲームとなって、ダンジョン探索型アクション RPG のゲーム化になりました。おめでとうございます。これでダンジョン関係なかったらね、大さんでしたらね、もうダンジョンちゃうんかいって思いますからね、はい、うん、まあ、名実得意な、あとギャルゲーみたいな形にも考えましたけれども、今回は本格的な、めちゃめちゃ叩かれますよ。でも、ね、可愛い女の子たちいっぱいいますからね、そういうの部分もありますけど、はい、こちらの、プレイするプレイヤーとなる、主人公が、まあ、はい、
主人公のベルクラネルと、はい、外伝の主人公のアイズさんという2つの視点で、追体験できるゲームとなっております。なるほど。はい、で登場人物、次のスライド、はい、ではですね、まあそのベル君を支えてくれる、まあ、仲間たちも、はい、大活躍します。まあ、一番左にいるのがヘスティアノという、まあ、神様ですね。ベル君が、まあ、たった一人の眷属ではあるんですけれども、うん、このファミリアに所属しています。で、次のスライドではですね、はい、次のスライドいきます。はい、こちらは、王女隊のアイズの、ファミリアの仲間たちです。でこちらの仲間たちも大活躍するゲームとなっております。いや声優さんも素晴らしいですね。はい、そうそうたるメンバーと、ということでございますね。はい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 、と、はい、では早速、ね、ゲームをやって説明していきたいと思います。ゲームをちょっと見ながらね、そうですね、説明もしてもらいましょう。やっていきましょう。はい、はい、では、まあ、最初ベル君は、まあ、駆け出し冒険者で、まあ、最初はとても弱いというか初心者なんですけれども、ね、まあ、クエストをこなしながらですね、少しずつ強くなっていきます。で、もっと、強くしたいなと思った時にはですね、スキルポイントというのがたまりますので、それを、スキルアップさせるのに、ファミリアに入ってで、まあ、さっきの神様のヘスティアにですね、ステータス更新をしてもらうと、さらに、強さをカスタマイズできます。ではファミリアに、じゃあスキルポイントを貯めて自分の能力をちょっとずつ上げていくことが自分のレベルアップにつながるってことなんですね。ちなみにスキルポイントっていうのはどうやったら貯まっていくんですか？まあ、クエストをこなしていって、ダンジョンを潜っていってクエストをこなしていくと、スキルポイントが貯まっていくので、それでどんどん、まあ、ダンジョンに潜っていってもらえれば。そうか、戦わないものは強くなれないんですね。強くなれない戦って強くそうですよね、 RPG だしな。はい、じゃあスキルマップに行ってます。はい、まあ、HP を増やしたいときには、こうやってハートのマークの右上の S って書いてるのがスキルポイントの溜まってるやつなんですね。そうですね、それがどんどん減っていったり、で力を強くしたいときにはそれで攻撃力などが分かりやすいですね。自分で決められる、そう、どんどん解放していきますね。はい、足が速さで手が器用さ、はい、こちらは、まあ、クリティカルや、まあ、クリティカル、技巧的なものですね。調子に乗って上げていくとスキルポイント不足します。今すごい勢いで解放していくからまだ駆け出しなんでポイントも溜まってなかった。大丈夫ですか、なんか一列真っ黒ですけど。やっぱやめるとかはできないんですか？やめる、もちろん一回戻すことはできないです。もう一回決めたらってことなんです。はい、じゃあもうどんどん貯めてもう全部解放させることもできる。はい、全部解放させるも相当貯めてないとできないですけれどもやり込まないと、はい、この5種類は何があるんですか？ちなみに俊敏、器用さ、力、力で次のページにも、あ、もう全然ある、いっぱいあるんだ。はい、で、まあ、この後のエクストラダンジョンっていうものに入ると、まあ、さらにスキルマップもレベルアップしていくと増えていって、まあ、3ページ目、武器も種類がありまして、いろんな種類で、あの短剣とか普通の剣とか長剣とか、あの大きな剣ですね、攻撃範囲が違ったりもするんですけれども、得意な武器を伸ばしていくっていうことができますので、短剣のスキルをアップするですとか、例えば使うに置いてってことですね。そうすると、あの短剣のその振りが速くなったり威力が大きくなったりとか、まあ、でもマーク的には分かりやすそうですね。はい、その武器を使うときに力がこれ、このポイント以上ないとダメとかそういうことはないんですか？もう最初からいろんな武器を使うことができる。武器はいろいろ使えますけれど、まあ、購入するのにお金を貯めないといけなかったりするので、なかなか手に入らない武器とかも。いや、あのワルサー P38 は使わへんから。ああ、そう、使わないですね。それルパンの、ルパンの剣じゃない。なかなか伝わらない。急に出てこう。それ違うダンジョンやから。びっくりしちゃった今。銃は出てこないですね。でもなんとなく一世界銃は出てこないですね。そうですね、剣が多い、盾とか五つ目の武器ですよ、やっぱり。はい、あの他にも毒への耐性とか炎への耐性とか、そのあと魔法の力とか、まあ、そういったものもあります。なるほど、いいですね。まあ、ベル君はまだ魔法使えないんですけどね。あ、そうなんですね。進めていかないと、はい、進んでいくと魔法が使えるようになります。いいですね。はい、はい、ではまずは何でやっていきましょうか。はい、
ではですね、まあ、ベル君は駆け出しの冒険者で、まあ、楽しむ時には、まあ、成長を楽しんでいくという形なんですけども、うんはいはいはい、ちょっといきなりやってもらうのには、アイズさんの方はですね、はい、まあ、もともとすごい強い剣士というベルが憧れるぐらいですから、ね、そうですよね、憧れの騎士。こちらはもうバッタバッタと敵を倒していくのを楽しむというゲームになってますので、うん、そちらをやっていきたいと思います。はい、もうバッサバッサといきましょう。バッサバッサと、そう、もう彼女はあの別名ありますからね。え、別名二つのみたいなことですか。はい、剣の姫と書いてね、あ、剣姫、ね、剣姫、そうですよ。へー、最初聞いた時俺は剣の鬼かなと思ってああ姫の方かっていうね、やっぱ可愛いキャラクターだから。そう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 、可愛い天気。え、このキャラクターの切り替えっていうのはどういうのでできるんですか。ストーリーの、はい、を進めていくとですね、はい、まあ、ベル君の視点とアイズさんの視点で、はい、順番に変わっていきます。順番になっていくんですね、はい、でその後のエクストラダンジョンっていうものになりますと、はい、自由に選んで、アイズさんになったりベル君になったりでプレイができますね。これはあのストーリーモードはテレビアニメの一期のストーリーを踏襲してるんですけども、これであの外伝のアニメの方のアイズの視点も、あのショーで、交代しながら、物語を追っていける、はいはい、あ、じゃあアニメのストーリーも楽しみつつその外伝も楽しめるっていうのがゲームの良さ、はい、うん、では早速やっていただきましょうか。じゃあちょっとね、はい、コロさんにやってもらいます。こちらで、まずパーティーを選ぶことができます。まあ、ストーリーによって一緒にいる仲間が違うんですけれども、今回ですとティオネ・ティオナという、まあ、姉妹、あともう一人、いるんですけども、 R1 をそしてもらって右左やるとレフィーヤさんも選べるようになってます。妖精ルスの魔導士、そうですね、こちらで、まあ、アクティブスキルというもので、敵の攻撃を手伝ってくれるという形になってます。はい、はい、まあ、レフィーヤさんだと、ヒュゼレイとファラーリカが打てます。なんでこれ急に言われてる、びっくりした、急に分からんし、はい、これで決定していただけると、クエストが、はい、これであの火属性とか水属性とか書いてますので、うん、あのこれから向かう敵に対して強い属性を選んでいくと攻略の目安になるかなと思います。なるほど、今これでも大丈夫ですか。そのままスタートしてください。ちなみにエクストラダンジョンだとパーティーも好きに組めますかっていう質問来てますか。はい、パーティーも好きに組めますし、うん、まあ、本来ですと、まあ、アイズさんだとロキファミリアの仲間を連れていくんですけれども、まあ、オリジナルの、まあ、ベル君をアイズさんが連れて行くこともできる、組み合わせがエクストラダンジョンですと、まあ、お気に入りの組み合わせが、楽しめます。それ熱いですね。原作にない夢のパーティーを完成できるというゲームならでは。いいですね。じゃあこのヒュゼレイド・ファラーリカちゃんじゃなくてレフィーヤちゃんを連れていきましょうか。はい、決定。はい、もうどうしてもね、はい、心情的に双子連れていきたくなる。どうしても両脇に双子っていう。なるほど、まあここは、ね、ここはちょっとすごい技っていうことなんで見てみたい。はい、指定時間で。いや、もうみんなの元気のボケ拾えてごめんな、ほんまに。これどうしたらいいですか。あれボタンが、通常の攻撃となりますので、アイズさんは非常に強いので全然だけでも、で三角ボタンですと大攻撃、大攻撃はちょっとスリーでも全然 HP 減ってない、大きいんですね、はい、で、×ボタンで回避、回避、あーなるほど、あ、早い、進める、はい、あ、バックだ、いいね、すごい、後ろに前髪がいいね、前髪が。四角ボタンで魔法が使える、ね、四角ボタンで魔法が使える、あたたたたた、これが魔法、魔法だと離れた相手を攻撃できますね。なるほど、で結構鋭角な、はい、で L1、R1 ボタンを押すとアクティブスキルが発動できます。近づいていただいて、 R1 ピカピカしてる、あ、あれだ、これだ、おーおーおー、これがわー、一秒一気に、じゃあ L1 は行くわよ、水属性が、あー、そういう技もあるんだ、囲んでた、はい、で L1、R1 を同時押しですと、パッシブスキルといって風よ、おー、プレイヤーキャラ合図にしてからですね、はい、あー
デバフじゃなくてバフがかかったんだ。そうですね。これで強くなる。あ、クリティカル、クリティカル。ずっとクリティカルの攻撃が。めっちゃ強いじゃないですか。クリティカル、クリティカル、クリティカル。時間かかってた時もうすぐ倒せちゃう。あとですね、左の、はい、方向キーですね。方向キーを押してもらうと、持ってるアイテムを使えるので、回復アイテム。どうもプレイしている、プレイヤーの方たち見てるとなかなかあの回復アイテムを使わないで進もうとすることが多いので、ね、ぜひあの回復アイテムを使いつつ あっという間にクリア。わかりやすい、うん、良いですな、はい、今回アイズさんは魔法とかもねガンガン使いましたけど、あれは最初からもうアイズさんは覚えてるような状態なんですか。アイズさんは覚えてます、そっか。さあということで、バトルの方をやってきたんですけど、他にも要素がいろいろあるんですよね。はい、うん、ですね、まあ、エクストラダンジョン、あ、エクストラモードというですね、うんうん、まあ、通常のストーリーが終わった後も楽しめるようにですね、はい、エクストラモードではエクストラダンジョンに入っていくと、うんうん、お出かけポイントというのがたまって、お出かけポイント、さまざまなキャラクターとベル君、はい、が、お出かけに行けたりですね。まあ、アイズさんでも行けます。コメントで添い寝かみたいなコメントありましたけど、確かにさっき PV でもなんか流れてましたよね、はい、流れてたよね。添い寝イベントというのも、まあ、超難易度クエストというのをクリアすると、見れるようになります。あ、超難易度クリアしないとご褒美みたいな感じなんですね。そうですね、ちょっと今回は特別にじゃあ超難易度クエストをクリアしたという体で、はいはい、あ、やったー、見てみましょうか。見せてくれるんですか。添い寝デート、ちょっとその前に一回ギルドに行ってみて、ギルド行って、ギルドなんだ、ギルドに行くとそのダンジョンに潜るクエストの受注ができるんですよ、うん、でクエストを見てみますと、うん、こうざっとここで受注できるクエストで、うん、上の星3つついてるのが超高難易度のダンジョンですね。あ、これか、はい、これをやり始めるとすごい時間がかかってしまうので、うんうんうん、今回はちょっと不在です。クエスト報酬にお出かけポイントって書いてありましたね。マチャーキ星3つですね。ありがとうございます、はい、あー、そういうことか。なかなか拾ってもらえない。食べ物食べてる人ですね。食べ物食べてる人その言い方雑すぎる。その言い方雑すぎる。すごい人やから。もともとバンドマンのボーカルで時間ですよね、最有機でお前。すごい、世界的にすごい人やから。ね、今は歌うやつの司会とか用意してあるけど、はい、食べる人違うから。ちょっと後で小1時間ちょっとお任せくんの。そんな時間かけてマチャーキと説明されるつらいだけやで、はい、どのシーンを見るんですか。まあ、星3つクエストをじゃあクリアした手 で、はい、クリアすると、はい、シーンギャラリーに進められていますので、シーンが寝てる、はい、え、これやばい、その下も来た。ではヘスティアさんと、はい、ヘスティアさんとヘスティアさんで神様でしょ。神様です。思惑神様、神様、寝ましょうか。寝ましょうか、寝ましょうか。ベル君、よかったら今日もベッドを使っておくれ。ダンジョン探索も疲れているんだろう。優しい。それはそうなんですか。神様はどこで寝られるんです。うんうんうん、ベル君はどこで寝た方がいいと思う。あ、ほっぺがてる。そうですね、そのやりとりいるわ。ロマンス。あ、もう疲れてしまったよ。いや、ちょっと聞きながらほっぺたが赤いよ。確かにフラグ立ちまくりじゃないですか。食べる君をソファーで寝かせるわけにいかない。しかし、これは困った。困ったな、本当に困ったな。一生に一回ぐらい言われてみたいな。いやー、いいねー。お、そんな、一緒になんで。ベル君、君は一体何を考えてるの。いや、言うといて、言わせたいて。え、ほら、神様の立場だから。ごめんなさい、一回ね、僕はやっぱりソファで。いや、断ったか。いや、一緒に寝よう。どないやねん。どないやねん、これやから恋愛難しいねん。分からへんねん、裏の言葉が。オッケーのノーなのか、ノーのオッケーなのか教えてくれ。も
枕があれば分かりやすいんですけど誰がイエスの枕やろそれは結婚してからやろバカタレ元気ですねあれあら前回は不覚にもすぐに寝てしまったからね。今日はバイトから帰ってきてから昼寝もしたし、朝までバッチリさ。朝までですか。すごい服だな。そうだよ、ベル君。カズさんは一体何をしそうなの。確かに、なんで破れてるの。暑がりなんだよ。暑がりなんだよ。デザイン、そういうデザイン。でもしょうがないし、休養が大切なことは十分に理解して。でも、でもだ。帰ってきて。いや、そこまでひどくはないですよ。ものの例えさ。この距離感で普通に喋れる。朝まで確かに。はい。神様の言う。じゃあ、ベル君。ちょっと、ね、ちゃん、眠いよ。眠い、どうしよう、まぶたが。嘘。あ、どうしよう。せっかく添い寝してるのに。かん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 体をつねらないと。そらそや。絶対寝たの。どうしたんだい、ベル君。自分のどういうこと近づかれてその目線にお前元からちょっと低めに設定して寝てるじゃん神様ダメですってば下心がいやあの枕ええなこらベル君逃げるな逃げちゃうんだ本じゃないのこんなイベントも楽しめますいやいや、まだある最初、ちょっと毛布かなんかかかってたりするもんねあ、ほんとだ、はい、いろんなパターンがあるんですね、さっきの添い寝が、ね、進めていくと、いろいろなものが見られると思いますのでこれはゲームをやって楽しんでもらえればと思いますなるほどすごい、もうみんなのコメントに思いが凄まじいこれは仕方ない、素晴らしいとねしみじみしてるな俺も名人と添い寝したい、なんでやねんずっとここ押されるだけ割れちゃう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 スイカよう知っとんな待ち明けは知らんかったくせにゲームのことは分かるんですさあ、さあということでございまして、はい、じゃあ教授はい、ちょっと教授に出世したさっき森田教授って出てたからね、ということでございまして、はい、改めてお知らせお願いします、はいではスライドお願いします、はいこちらのゲームなんですけれども初回特典で、うんダウンロードコンテンツがついてまして、うん、でこちらがオリジナルのシューティングゲーム、はいシューティングゲームです横スクロールが、はいこちらはアイズが主役で、まあ、ドット絵と、うん、あのチップチューンサウンドで懐かしいテイスト面白そう、はい、でこちらが、ダウンロードコードが、うん、パッケージ版には封入してまして、うん、であとあの配信版の、PS の方ですねとあと Windows ですね、まあ、こちらでは、うんダウンロード版でも、期間限定ですけれどもついてきております、うん、なるほど、はい、断末でシューティングは間違っているだろうかタイトルも、まあ、そうね間違ってるかどうかやってもらってね判断してもらいましょう、うん、これもすごい本格的なあのおまけとはいえ本格的なシューティングなのですごく楽しめると思います毎回そういうとこ力入れますよねそうですね、はい、では次のスライドお願いしますはい、こちら限定版ですね限定版にあのサウンドトラック CD とあとあの、うん、冒険の手引き書という、攻略ガイドとビジュアルブックが入ってますこちら現物がございますので見てみましょう、はいはい、カメラさんお願いしますあこれかなそこかなはい、はい、こちら CD と、はいはい、なんだ、はい、その本ははいパッケージがあのこちらの大きな仕様になっておりまして、はい、でこちらの CG がゲームの、オリジナルの、サントラ CD ですね、かなり容量いっぱい70分ほど詰め込んでおりますあそんなに、はい、すごいそしてこちらが、冒険の手引き書なんですけれども、うん、ちょっとまあちらりとあの敵のリストですとかあと武器とか強化のリストですとか、先ほどのちょっとあのデート関係のシーンですとかのビジュアルもいっぱい今パッタなんかねパンかなんか食べてちょっとはいあのそういうあの元気がみたいなのありましたけど、ね、そういうシチュエーションもありますのでは、いでこれがあれば難しいダンジョンもあの攻略の手引きですので、うんうんうん、まああの攻略ガイドとして役に立てるかなとなるほどその辺で遊べると思います。そういう思い出が本としてちゃんとついてくるっていいですよね。はい、いつでも見返せるんだ。はい、もうこのシーンをこうやって折り目が作る。さっきの私。というようなところもありますけれども。はい、では次のスライドお願いします。はい
はい、こちらなんですけれどもイベント情報ですね、土曜日、あさってなんですけれども、秋葉原のアニメート秋葉原本館さん の、 あの店頭でですね発売記念抽選会を行います。こちらがですね、パッケージの購入者の方対象に抽選なんですけれども、どのお店で買っても大丈夫です。ただしあのダウンロード版と中古品は対象外です。はい、でこちら の、 あの抽選景品なんですけれども、当たるとですね豪華な、サイン色紙が当たります。こちら現物がございますので、はい、こちらどうぞ。はい、寄せ書きの色紙ですね。こちら、中央が空いてますけれども、ここに、まあ、本来、イラスト載っける予定だったんですけれども、うん、はい、イラスト、ロゴを載せつつ原作者の大森富士野先生にサインをいただけることになって、ここに書いてます。はい、先生スペース。あと、個別のサイン色紙ですね、こちらも、ございます。こちらも、キャスト陣が15名かける2枚とあと大森先生が加わりまして、ということで、チャンスはたくさんあると思いますので、ぜひあのご購入の際には秋葉原で、店頭まで お越しください、はい、あともう一つごめんなさい、もしあの抽選外れても参加賞としてこちらのポスターが、B3 サイトのポスターがついてますので参加賞で、こちらも、ぜひとも、結構大きなちゃんとしっかりしたポスター、つまり、まあ、からくじなしですねということですのでよろしくお願いします。はい、では次のスライドお願いします。はい、ここからはアニメ情報です。まあ、冒頭でも、PV 流れましたけれどもアニメの、3期が、2020年夏からもう決まっております。アニメ、ベル君の物語3期ですけれども、まあ、外伝もありますので、全部で4シーズンこれまで、これも含めると4シーズンあるということですね。かなり断末の勢いがあるということですね。新キャラも出てくると。はい、で、3期の前に年明けてなんですけれども、はい、OVA があります。こちらに出ている、キービジュアルですとか場面の写真です、はい、見ると、雰囲気がだいぶ柔らかいなとすごい水着タイプ、結構先取りした感じになってますよ ね、先取りなんかなバカンスなんかな、葉っぱですよ、葉っぱ。どこのダンジョン行っとんの、はい、1月の末で寒い時期ですけれどもこちらで夏気分を味わっていただければと思います。はい、はい、では次のスライドお願いします。はい、こちらはですね、スマホのアプリですね。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、メモリアフレーゼ、通称ダンメモと言いますけれども、こちらもあの絶賛配信中でして、こちらもあの大森富士野先生が完全に監修していて、素晴らしい、周年記念なんかでもものすごいあの書き下ろしの、エピソードとかあって、こちらはクリスマスイベントもやってますね。こちらもまあシリアスからあの柔らかい肌色多めのものまですごいコーナー取り揃えている非常に楽しいすごいボリュームのゲームですね。しかも全編フルボイスって書いてあります。すごいな、すごいですね。ギネスに乗っちゃうぐらい音を声を入れているという、はい、松岡君がギネス取ったゲームそうですそうです喋りすぎで、はい、喋りすぎでねさんまさんみたいなところそうなんだ、これはすごいございますな、はい、はい、ということで、まあ、非常に、ね、勢いのある作品の、ね、待ちに待ったゲームということでございまして、皆さんね、あらゆる方面で楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとお時間迫ってきましたんで、はいはい、じゃあお二人から一言ずつね、ファンの皆さんに頂戴いたしましょう、うん、はい、じゃあ森田さんからお願いします。はい、はい、先ほど説明しましたように断末自体、うん、あの勢いのあるコンテンツでこれからもどんどん盛り上がっていきます、うん、であとこのゲームですけれどもあのサブタイトルのインフィニットコンバーテっていうのが英語風に読むとインフィニットコンバットですね、うん、あの永遠の戦いということで、はい、やり込みがものすごくできますので、うん、ぜひともずっとずっと遊んでいただきたいですね、うん、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そして木村さんお願いします。はい、まあこの原作の、まあ、断末を楽しめるようにですね、もうベル君の成長と会津さんの気持ちを、まあ、楽しめるようなゲームの作りになっております、まあ、こちらも長く楽しめるように、原作と同じようにですね、長く楽しんでいただけるように、ぜひ楽しんでいただければと思います、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで本日発売の男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、インフィニットコンバーテについてご紹介いたしました。木村さん、森田さんともありがとうございました。ありがとうございました。これからも忙しいですけど頑張ってね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
大冒険。